どうもすいません。マイルチャンピオンシップの結果分析です。1着グランアレグリア、2着インディーチャンプ、3着アドマイヤマーズでした。まるで僕がレース前に予言をしたかのような内容になりましたね。まあ、ルメール騎手のうまさについてはもう十分わかってるんで、やっぱり他の馬たちに先に足を使わせて最後ビュッと伸ばすっていう、そういったようなグランアレグリアの持ち味を存分に生かしたレース内容かなっていうようなところですね。もちろんグランアレグリアにスピードと能力、センス、器用さっていうところ、あとは最後の素足を持ってるというところで、乗りやすさっていうところが今回はグランアレグリアにはあったんですけれども、それでやっぱり1回目にレースを見たときはその辺が一番の注目点なんで見てたんですが、ただ2回3回と見ていくうちにですね、まあ他の馬たちのことの方がですね、気になるレースになっていって、まずサリオス、後方から外回って、もっと待てばいいんですけれども、中途半端なタイミングに動いちゃうから、4コーナー回りながら、ずるずると後ろにポジションを下げてしまってるような回り方ですね。あれは一番ロスがあるパターンでダメなんですけれども、そこから差し返すように伸びてきたサリオス、強いとしか言いようがない内容かなっていうふうに思いますね。まあ殺力直後にガンガン押してでもポジション取ってっていうような、そういったようなパターンが一番良かったのかもしれないんですが、あのポジションになった、あの後方からになったらなったで腹をくくらなきゃいけないんですけれども、とにかく近年のミルコ・デムーロ騎手は腹をくくれないっていうところがあって、中途半端なタイミングに動いちゃってっていうような、まあ、本当に G1 でも条件戦でもいいところがないっていう、今のミルコ・デムーロ騎手を象徴してるかのような内容にはなりましたね。そしてさらにレースをチェックしていくとですね、そのグランアレグリア、ルメール騎手のうまさ、サリオス全然うまく乗れてないのにサリオスの強さが光った。それ以上に気になったのはですね、スカーレットカラーですね。スカーレットカラー、このレースが引退レースだったらしいんですが、また岩田康成騎手の打ち付きの悪癖が出ましたね。だいぶその打ち付きの悪癖収まってた時期があったんですが、ここ最近またそのやたらと打ち付きをするようになってきてて、打ち付きが決まるパターンっていうのは重賞とか G1 だと何十レースに1回ぐらいしかないんですよね。基本的には追い込み馬っていうのは真ん中どころ外への意識が必要っていうところがあって、今回なんかでもスカーレットカラーはいいポジションにいて、前にグランアレグリアを見て外に出す意識があれば、だんだんとそのインディーチャンプの後ろからですね、外に出せて、インディーチャンプのさらに外に出すことができてたんですよね。それをやってれば多分今回の足色なんか見てたらインディーチャンプをさせてますね。で、それならば2着かというと、先にグランアレグリアが取った進路をですね、スカーレットカラーが取れてたんですよね。スカーレットカラーの方がグランアレグリアよりも後ろから行ってて、スッとインディーチャンプの後ろに入りやすかったんですよね。ですからそこでスカーレットカラーが先に進路を取ってしまえば、グランアレグリアは進路が取れないんですよね。まあ遅れてさらに外に出すぐらいしかできなくなって、となるとグランアレグリアは負けてた可能性まであるんですよね。それぐらいスカーレットカラーの岩田康成騎手の進路取りがレースに影響してたということです。それではレース全体の展開について話していきたいんですが、2投目にレシステンシアが出てきますので、レシステンシアのところで展開については話そうと思います。右の方から1投ずついきます。ベステンダンクはまあ一番いい頃ほどの脚力はないかもしれないんですけれども、まあでも現状では比較的仕上がり良かったと思いますね。ちょっとその足と胴体がバラバラに見える感じというかですね、胴体がなんかたるんで見えるようなところはこのタイプで、ですからちょっとその安定して効率のいい走りができるかというとそうではなくて、勢いにつくとじりじりとしぶといんですけれども、あまり器用じゃないというか、一瞬で小足使ってビュッと伸びるっていうことができないタイプかなというようなところがありますね。ですからまあ先行してポジション取ってなだれ込むみたいな競馬を得意としているところはあるんですけれども、今回はちょっと前がばらけなかったというか、レシステンシアが後半引っ張りきれなかったところがありますんで、後位のうちの方で、まあ、そこで、ああいう形になるとこのタイプっていうのは苦しいかなっていうふうに思いますし、まあ、能力的にもちょっと対応できなかった部分もあったっちゃあったかなっていうふうに思いますね。レシステンシア。
レシステンシアはプラス20何キロだったんですが、太くはないですね。まあ、太め残りみたいな表現してた人がいたんですけれども、それは勘違いですね。成長分で、逆に後ろの付け根周りですね、ひばらのあたりとか、その辺がもう少しボリュームあってほしいなっていうぐらいだったんですけれども、ただ、歩き方があんまり良くないですね。足と胴体が少しバラバラというかですね、歩様が硬いような感じもあって、まあ、その辺なんかが休み明けなのかなっていうふうに思いますし、あとは多分半路調教が多かったんじゃないかなっていうような印象で、もう少しコースを置いて全身を使うような柔らかい使い方ができるようなフットワークで走らせてあげれば、出てればもう少し違ったかなっていうふうに思いますんで、その辺はちょっと残念だなっていうふうに思います。ですからそういったようなちょっと硬い歩様でもありましたんで、その分スピードに乗り切れなかったところもあったとは思いますし、全体的にペースがスロー気味になったんですけれども、まあこれはレシステンシアの調子があんまり良くなくて、まあ気持ち的にもちょっともともと気難しいところがありますんで、まあでも気難しいところが出たというよりかは、引っかからなかったっていうところがあると思いますね。変に折り合っちゃったようなところもあって、まあそれぐらいその調子が良くないんでぐいぐい持っていくような感じもなかったっていうような印象なので、北村雄一騎手が特に下手に乗ったとかスローに落としたとかそういったような内容ではないですね。K.I. ノーテック。K.I. ノーテックはこの馬なりの仕上がりなんですが、まあやっぱりピークほどは脚力はないかなっていうふうに思いますし、あとは、まあ、後方で、津村騎手も落ち着いて乗って、この馬の競馬をしてるんですが、前の馬も止まらなかったので、さらに、すぐ前のサリオスあたりがぐいぐい伸びていったので、馬も戦意喪失した部分もあるかなっていうふうに思いますし、まあ、全体的な時計とか上がりにも対応できなかったっていう内容ですね。まあ、この馬は切れる足があんまりないので、もっと放火が止まって上がりがかかったりしてくれたらいいかなっていうようなところはありますね。グランアレグリア。グランアレグリアはですね、パドックでの馬体面に関しては、まあ、すごく目立って、もういかにもすごい馬だっていうような感じはないんですが、まあ、グランアレグリアらしく全体まとまってバランスも取れてて、で、この形でバネがあるので、まあ、グランアレグリアとしては全然問題がない、仕上がりが良いっていうような形ではありますね。ただやっぱりその、今回なんかはですね、まあ、足を溜めて、最後ビュッと伸ばすっていうような内容でしかないので、例えばもしコーナーから厳しい競馬で正攻法の競馬したりとか、あとはもっとタフな展開になったりなんかした時ですね、そういった時にはですね、苦しい部分が出てくると思いますんで、基本的にはスピード競馬と器用さとキレが生きるようなそういったような展開じゃないとっていうようなタイプではありますね。それで、まあ、ポジション取りについてはですね、本来はもっと後ろから行った方がいいとは思うんですけれども、まあ、でもルメール騎手はどんな展開にも対応できるようにある程度ポジション取って、で、内枠でもありますんで、前に壁を作りやすいので、そこで溜めればいいっていうような感覚ではいたと思いますね。で、まあ、普通のジョッキーだったら直線向いた時に慌てちゃったりだとか、そういったようなことして打ち付きとかもしちゃう可能性もあるんですが、まあ岩田騎手とかだったら打ち付きしちゃうでしょうね。そういったようなところはあるんでしょうけれども、まあグランアレグリアはもし打ち付きなんかしたらまず勝てないですし、一瞬はいい足を使っても打ち付きをするとゴール前ラスト150、50っていうところで甘くなるっていうのがほとんどの競馬なので、やっぱりルメール騎手があそこで落ち着いて余計な動きをせずに、直線でもまだ道中と同じぐらい、コーナーとかの道中と同じぐらい落ち着いて、グランアレグリアをなだめて、で、外に出せるような形になった時ですね、インディーチャンプが先に行っちゃった後に、先に足を使わせた後にそこからスコーンと外から抜け出す。もう、やっぱりレース前に言ってた通り、ルメール騎手のこのうまさっていうのは真骨頂みたいなところがありますんで、まあもちろん、グランアレグリアに能力があるっていうのもあるんですけれども、波のジョッキーだったら負けててもおかしくないっていうところで落ち着いているメール騎手が完璧に騎乗してるっていうところですね。明慶ダイハード。明慶ダイハードは思ってたほどは悪くはない馬体なんですが、まあ、やっぱりここに入るとスケールが足りないというかですね、もうちょいゆったり歩けた方がいいですし、調子のいい時はもうちょっとゆったり歩けるかなっていうようなところはあるんですけれども、まあ、まず、距離的にはですね、基本的には短距離の方がいい馬なので、マイルの重賞勝ってますけれども、その時っていうのはババのうちの方が悪くて、
他の馬たちが自滅した中で外から追い込んでハマったっていうところもありますんで、短距離に戻した方がいいかなっていうふうに思いますね。ラウダシオン、ラウダシオンはまあこの馬なりの仕上がりにはあったと思いますね。ただやっぱりですね、歩き方なんか見てても馬体のバランスなんか見ててもですね、ちょっとためがあんまり効かないタイプなんですよね。スピードタイプに寄っちゃってるようなところがあって、まあ腹くくって最後ビュッと伸ばすような、そういったような乗り方だったら素足はある程度長く使える可能性はあるんですけれども、正攻法の競馬をしちゃうとですね、ちょっと足が溜まりきらなかったりだとか、なんか乗り方に注文がつくタイプではあるなっていうような印象ですね。ですからこの馬に関しても、ラウダシオンに関しても基本的には1004以下の方がいいだろうなっていうふうに思いますね。アドマイヤマーズ、アドマイヤマーズは思ってたよりも仕上がり良かったですね。まあ、絶好調とまではいくかはともかく、かなりいい時のアドマイヤマーズで、歩き方なんかも馬体のバランスなんかもいいですし、まあ、無駄が少ない仕上がりにはあったと思いますね。で、そういった中で、後位の外から早めっていうような競馬をしたんですけれども、やっぱりこの馬の欠点っていうのはですね、器用じゃないっていうところで、下げればいいのかもしれないんですが、下げたら下げたらそこまでの切れる足がないということで、まあこういうような正攻法の競馬で早めに抜け出して粘り込むとかしなきゃいけないのかなっていう部分はあるんですけれども、ただやっぱりそのまともに競馬しちゃってるようなところもありますんで、その分目標にされやすかったですし、アドマイヤマーズがいたからこそ直後のインディーチャンプなんかも福永騎手なんかも乗りやすかったとは思いますし、この辺がアドマイヤマーズのレースに行ってのもどかしさというか、でもインディーチャンプにかわされた後にアドマイヤマーズ差し返してるんですよね。それぐらい勝負強いというか力強い走りができるまで結構強いんで、その今回は能力負けというよりかは、やっぱりその競馬が上手じゃない中でこういう競馬をしてしまって結果としてっていうところなので、まあ、本当に勝とうと思えば下げるか、もっと大胆に早め先頭の競馬をするだとか、もしくは後ろから行って他のグランアレグリアとかインディーチャンプがペースアップしたいところを外からまくって潰しに行くとか、まあ、この馬の持ち味を存分に生かす方法はいろいろあるんだろうなとは思うんですが、それもやっぱりマイルの展開だと全体がマイルの流れになってワンペース気味になっちゃうところがあるんで、そういうような好きに動けるタイミングはなかなかないっていう難しさがあるんですよね。ですからアドマイヤマーズに関しては、もしかしたらもうちょっと距離を伸ばしてみた方が自分の持ち味を生かすような好きな乗り方ができるようになるかもしれないんで、まあ、距離的には1600、1800ぐらいがいいんでしょうけれども、2000ぐらいで自分の好きな競馬ができるようになれば、もっとレース展開に応じて乗り方を変えて融通が効くようになる可能性はあるかなっていうふうに思いますね。インディーチャンプ。インディーチャンプも思ってたよりも仕上がり良かったですね。レース前にですね、2019年と比べて2020年は少しワンペース気味になって、少しだけ瞬発力が落ちた印象っていうふうに言ってたんですが、今回のインディーチャンプはどちらかというと2019年に近い高仕上がりというか、まあ、今年2020年で一番仕上がりが良かったぐらいかもなっていうぐらいよく見えました。でもグランアレグリアとかと比べるとインディーチャンプは少し瞬発力が足りないところがあったりだとかするんですが、まあ、グランアレグリアと似たような部分っていうのは、器用に立ち回れて小足が使えてスッと抜け出すような競馬ができるっていう、そういう良さがあって、さらにインディーチャンプの方がグランアレグリアよりもパワーがありますので、そういういい点はあるんですが、まあ、今回はそうですね、前にアドマイヤマーズを見ながらいいところでスッと進路も空いて、でグランアレグリアをちょっと内に押し込めるっていう意識もあったのか、そういうような乗り方を福永騎手がしたっぽいんですけれども、まあ、ただ、まあ、普通だったらあそこで抜け出して押し切れるんですけれども、インディーチャンプ自体がちょっと瞬発力が足りないところと、あとは使える足が短いようなところですね。一瞬でいい足を使わそうとすると、じり足っぽくなっちゃうようなところもあるタイプなので、それで
後ろからグランアレグリアに一瞬でかわされたっていうような感じですね。グランアレグリアが、グランアレグリアもポジションをあれぐらい取るとそこまですごい切れる足があるというわけではないんですが、インディーチャンプとかと比べると切れる足は持ってますんで、ですからもう簡単にグランアレグリアがかわしたっていうような感じではありますね。勝地は引き続き仕上がりは良かったと思いますね。前走スワンステークスで逃げたんですが、もともとそんなに速いタイプではないので、まあ、今回も好位取れたっていうのは出た方かなっていうふうに思いますね。そして、まあ、好位の外を回っただけで終わりっていう、池崎騎手やる気があるのかなっていうような内容ですね。まあ、どっかで早め先頭に立つとか、なんかやればいいんですけれども、それから最初から下げて、せこく立ち回ってはまるような騎乗をするとか、まあそういうこともなく、ただ回ってきただけでっていう、何のために出走したのかなっていうような内容ですね。ブラックムーンは極端に悪い馬体ではないんですが、やっぱりピークは過ぎて筋肉の質なんかも落ちてますし、気難しいところがあって気持ちが乗ってたわけではないですし、まあ、後方から、まあ、他の馬たちも止まらずっていうような形で伸びやくねて終わりっていうようなところではありますね。スカーレットカラーについては最初にも言った通り、本当もったいなかったですね。もしかしたら勝ててた可能性があったので、まあ、高橋亮調教師なんかは力を出せたっていうふうに満足のコメントを出してるんですが、まあ、高橋亮騎手自体、ジョッキーとしても優秀ではなかったので、やっぱり、岩田康成騎手が良くない騎乗をしたということに気づけなかったっていうところもあるかなっていうふうに思いますね。まあ、普通に考えればというか、何度も何度も僕が喋ってきたことで、実際にそれをやれば結果が出てるっていう、そういったようなことも皆さん分かってるとは思いますし、実際にそのグランアレグリア、ルメール騎手がやった騎乗っていうのは落ち着いて待ってでも外に出して、だからこそ勝ててるわけですよね。スカーレットカラーと同じ進路を取ったらグランアレグリアはまず 99% 負けてますんで、まあそれぐらい進路取りが悪かったということですね。スカーレットカラーはこれで引退繁殖入りということで、まあ本当にもどかしいなっていうふうに思いますね。かわいそうな馬です。アウィルアウェイは、まあ仕上がりは悪くはないんですが、まあ前走スプリンターズステークスで追い込んできたのも、他の馬たちが止まったっていうだけで、いい頃ほどの切れ味は今のアウィルアウェイにはないんですよね。馬体なんか見てても全体が丸くなってしまってるような感じで、まあ、2歳の時のような切れ味がもうなくなってきてて、まあ、パワーはついてて自力はある程度はついてるんですが、まあ、ここに入って何か協調点があるかというと何も協調できるような特徴がないっていうところになってきていて、で後方でうちの方から競馬して、まあ、なんか着を狙いに行ったのかなっていうような感じなんですが、まあ、それでもやっぱり基本的には追い込み馬っていうのは外に出さなきゃっていうところがありますんで、まあなんか少しは伸びたのかもしれないんですが、ゴール前で甘くなっちゃったりしているところっていうのも、進路取りなんかが、まあ、適当すぎるっていうところもありますね。藤岡幸太騎手はですね、直線を追うことに関してはある程度レベルの高いジョッキーなんですけれども、でも、まあ何度も言うように、立ち回りとかそういったような競馬においてのクレバーさが足りないようなところもあって、大成ビジョンはですね、やっぱり本質的には追い込み馬なのにここ2戦先行させてしまったっていうところが影響して調子を崩してるかなっていうような馬体ですね。ただ歩いてるっていうだけで集中力が足りてないような、ぐっと踏み込めてないようなところがあるんですよね。踏み込んだ力が体に伝達してないっていうような歩き方で、足と胴体がバラバラみたいな感じになってて、だからこそ今回も後方で、比較的今回に関しては後方でちゃんと足は溜めてたんですが、最後伸びる足もなかったっていうところで、この辺は調子を崩してるからっていうところもありますし、まあ他の馬たちも強かったので、絶好調だったらもう少しいいところはあったんでしょうけれども、まあ、今までの流れの悪さというか、一回だけ体制ビジョンにあった乗り方をしたところで、それは遅いんですよね。やっぱり臨戦過程でしっかりと順序を踏んできてるかっていうところで、2戦続けて余計なことをしたのがもろんでて。サウンドキアラはですね、馬体面のバランスとかはいい方かなっていうふうには思うんですけれども、やっぱり一時期の勢いを感じないというか、覇気みたいなものはどうかなっていうような
まあ、もともとその気持ちが切れやすいようなところもあったりなんかして難しいところがあったので、そこをなんか今までは勢いでなんとかレースに行っても力を出せるっていうような内容が続いてたんですけれども、前走のスワンステークスでの大敗ですね、あれでやっぱり全体的に雰囲気が落ちたような部分もあるっちゃあるかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ今回は相手も強かったですし、絶好調でもどうかっていうところもありましたんで、まあ、比較的後方で足は溜まってましたんで、伸び上げたっていうところは相手関係が強かったというのと、他の馬たちも止まらなかったっていうところもあるっちゃあるかなっていうふうには思いますね。ただ、単純なスピード勝負、スピードとセンスということに関してはですね、馬場さえ良ければですね、これぐらいの馬場だったらいいポジションからスッと抜け出してっていうような競馬できてた可能性はあるので、まあさすがに勝ち負けまでは難しいにしても、掲示板ぐらいだったらレース内容によってはあったかもなとは思いますね。ペルシアンナイトは、まあ、前走が仕上がり良かったですし、まあ、今回も引き続き仕上がり良かったですね。まあ、叩いた分の上積みは少しはあったかなとは思うんですけれども、まあ、ただやっぱりその3歳の頃の切れ味はないですし、まあ、ある程度の足はあるんだけれども、他力本願、他の馬たちが止まってくれないとっていうような力関係でもありますんで、まあ、やっぱり最後は伸びてきてるんですけれども、そこまでのいい足は使えてないなっていうような内容でもあるっちゃありますね。ただ直線の入り口ですね、あそこでスコーンと進路が空いてればですね、もう少しスムーズに勢いがついてましたんで、そうなってたら4着争いぐらいは全然できてたとは思いますんで、まあ、やっぱりこの馬は、まあ、そこまで能力的には劣らないというかですね、他さえ止まってくれればっていうようなポジションにはいる馬だなっていうふうに思いますし、大野騎手は落ち着いて乗ってましたんで、まあ、前が開かなかったのは不運としか言いようがないかなっていうような感じですね。バンドギャルドはですね、まあ、本当にパドックでの判断が難しいタイプなんですけれども、まあ、今回も歩き急ぐような感じで、あんまり印象としては良くないんですが、ただこれでいいんですよね。馬体面だとか筋肉のつき方とかですね、動きに関してはああ見えてもいい時のバンドギャルドかなっていうようなところなんですけれども、ただペルシアンナイトと比べてですね、バンドギャルドはちょっとポジションを取って馬群のところで前に突っかかるような感じでポジションを譲らないっていうような競馬をしちゃってるんですよね。その分後ろから勢いつけていったペルシアンナイトと比べてバンドギャルドは直線の伸びが甘くなっちゃってるところもあって、この辺が戸崎騎手の気の小ささなんですよね。本当気が小さくて腹がくくれないようなレースが多いんですよね。ですからもしペルシアンナイトみたいに腹くくって後ろから行って4コーナーのところスムーズに後ろから勢いつけて回れるような進路を取ってれば、もう少しいい伸びができたと思いますし、ポジションを取ってしまったがために一旦4コーナーから直線の入り口でブレーキをかけちゃうような、そういったような形になって、そこからまた脚力で伸びなきゃいけないような競馬をしちゃってるんで、伸びがいまいちになっちゃってるところもあるんですよね。ですから、まあ、比較でいくと多分ペルシアンナイトと同じぐらいの足までは使えるとは思いますんで、まあ、そこまで、まあ、ここでも大きく劣ったっていうほどでもないかなっていうふうに思いますね。まあ、さすがにサリオスとかグランアレグリアとかインディーチャンプアドマイマーズ、この辺の馬たちと比べると劣るんですが、他の馬たちと比べれば、スカレットカラーもいい足あるんで、その辺と比べれば足はないんですけれども、まあ、結構その辺の上位の馬たちがいなければそれなりにやれるぐらい、やっぱり G2、G3 ぐらいの力は優にある馬かなとは思いますね。サリオスは欲を言えばもっと脚力とか馬体全体に凄みっていうものがあればいいんですけれども、まあ、でも前走に引き続き仕上がりは良くて、今のサリオスとしては力が出せる仕上がりにはあったかなっていうようなところですね。で、まあ、スタートが良くなかったんですけれども、まあ、もともとミルコ・デムーロ騎手ってあんまりスタートがうまくないんですよね。出遅れなんかも多いジョッキーで、で、さらに、まあ、その後、強引にでもポジションを取るっていう意識が足りなかったっていうところで、それでもまだ後方で腹くくって待てればいいんですが、もう中途半端なタイミングに仕掛けちゃって、コーナーからなし崩しに足を使っちゃって、で、4コーナーを回りながら
ポジションがずるずる下がっちゃってるっていうような形ですよね。4コーナー前後っていうのは基本的には徐々にポジションを上げなきゃいけないんで、それを考えて仕掛けのタイミングとか回り方なんか考えなきゃいけないんですが、もうやってることが本当いつも単調で、で余裕がないんですよね。ですから本当短期免許で来てた時もですね、待てるミルコっていう時期と待てないミルコっていう時期があったんですけれども、その待てないミルコがずっと続いてるのがここ 1,2 年かなっていうような形で、で、まあ、重賞でも G1 でも条件戦でも全くいいところがないっていうミルコ・デムロ騎手ですね。まあ、もともとメンタルが弱いんですけれども、もう本当に腹をくくれなくなっているというか、まあ、恐る恐る競馬してるような形で、で、それが恐る恐るでちゃんと貯める形になるとか、ポジション、いいポジションを取るっていうような、そういったような恐る恐るならいいんですけれども、今のミルコ・デムロ騎手の恐る恐るはですね、もう仕掛けとかなきゃ、もう行っとかなきゃダメかもっていうような、そういったような変なビビり方をしているかのような乗り方が多くて、ですからもう一番良くないタイミングに仕掛けちゃったり、一番良くないところにつけちゃったりっていうことが多くて、頭が2つ3つ抜けて強ければですね、問題ないのかもしれないんですけれども、やっぱりそこまでの馬に乗ることなんてのは普通競馬ではないので、結果としてこういうようなことになってしまっている。偶然乗りやすいポジションにいたりだとか、そういったような形だと結果は残してるんで、そこまで極端に成績は落ちてないんですが、まあ、成績以上にだいぶミルコ・デムロ騎手っていうのはジョッキーとしてはレベルが低くなってきてるっていうところがありますね。サリオスについては、もう普通あんな風に外回って中途半端なタイミングに動いて4コーナーでずるずるポジション下がるような形、あなってくると差し返さなきゃいけない中で差し返すように伸びてきて、まあ、この馬やっぱ強いというか勝負根性もあるなっていう風に思いましたし、例えば安田記念ですね、東京のマイルでですね、パンパンの量で、しかもジョッキーが良ければサリオスにスミオン騎手とかルメール騎手が乗ればですね、グランアレグリア倒す確率結構高いと思いますね。7割以上でサリオスの方が有利かなっていう風に思いますんで、まあ、スピードとセンス、器用さっていうところはグランアレグリアが上なんですけれども、底力みたいなものはですねサリオスの方が上かなっていうふうに思いますし、やっぱりそうですね、今回の結果っていうのはグランアレグリアが抜けて強いだとか、マイル以下では敵なしっていうような、そういったような内容ではないので、やっぱりサリオスも強いということ、あとはそうですね、アドマイヤマーズとかに関してもですね、乗り方によっては底力のある馬ではありますし、まあ、インディーチャンプもですね、結構器用なタイプでもありますし、そこまでこのグランアレグリア、アドマイヤマーズ、インディーチャンプ、サリオスに関しては差は大きくはないっていうところですね。今回のレースの中で勝ちやすかったのはグランアレグリアっていうところがあって、っていうような内容ではあったと思います。そしてスカーレットカラーですね、忘れちゃいけないのは、スカーレットカラーは落ち着いて外に出していれば勝ててた可能性まであった、それぐらいの内容ではあったということですね。以上です。失礼します。